皆さんこんにちは。こんにちは、ガンホーコラボダンジョンやってまいりましたね。今週はガンホーコラボニューついてる。あ、私はですね、そうなんです、以前地獄級やってないの。なるほど。あのこちらのダンジョンはスキルレベル上げがバルキリー、パールイシスもありましたね。あ、イシスもある。でドラールもある。サーティワンバステト、あのバステトもある。あ、そうです、スプレートキャッツ。はい、たくさん質問いただくんですけど、村井さん以前バルキリーをスキルマにしたのはこのガンホーコラボのどこですかって聞かれるんですが、私はドロップ2倍の時の上級でやりました。回数稼ぐ作戦ですね。そう、あのスタミナをできるだけ使わずにできるだけ回るっていう理由で上級をやりました。で上級もね、ドロップスガンガン落ちるんで、あのバルキリーのスキルレベル上げはあの黄色いあの光みたいな丸っこい丸っこいやつです。で今回初めて地獄級に行くということで、はい、フレンド設定いたしましょう。あら、はい、こちらのパーティーです。ですね、初めてのてか初めてというか初陣なんですけど、村井さん持ってたんですね。そうなんです。先日あのサンダルフォン降臨、私あの地道にコソコソとやってまして、コソコソとあの三コンで、三コンすごくない、超地獄級、超地獄級、戦ったのはブリパ。ブリですか。ブリとサクヤでサンダルフォン3コン、はい、でずっと使いたかったんで今回初めて使ってみます。はい、多分勝てます地獄級は。で HP1.5 倍になるんで、どれぐらいなんか多分1万後半いくんじゃないかな。まあ参りましょう。はい、挑戦。そうか、回復タイプ HP がねあんまり伸びない。1万6000ですよ、うん、でサンダルフォンウィジンです。ウィジン、スキル貯めながらいきましょう。はい、どうこれ、すごくない？すごい。うん、ふむふむふむ。多分、あ、結構ガッツリコンボいったな。まあ全然大丈夫大丈夫。感覚としてはあんまりこのガンホーコラボはホラードロップスだらけ。そんな難しい印象がないんだよね、うん、私は。だからドロップスはちょっと HP が高かったかな。あー、はいはい。ただ攻撃も4000ぐらいとかだっけ多分。そんなね、おお貫通したわ。でドロップス落ちたわ。ドロップス4520ですね、攻撃。防御が65って感じですね。あ、防御力そんなないのか。ないんだ。ちなみにあのゼリーエンジェルは進化前だと、ファフニールのスキル上げです。ファフニール。で、このサボテンがパール。パール。マオ先生、パールってちゃっかりスキルマだったりします？まだスキルマ行ってないんですよ。あ、行ってない。私あの木曜日に一生懸命このサボテンの進化をしてるんですけど、あのなぜかドラゴンシードが足りないとかそういう感じでですね、木曜ダンジョンって意外とシードじゃなくてプラントばっかり落ちたりするんですよね。そうだからね、木のダンジョンとか地味にね、地味にシードだけ取りに木のダンジョン行ったりしたり。あるあるだわ。はい、ちょっと今がっつり攻めすぎてる感があるんで、ちょっと微妙にスキルを貯めたいかな。でも全然いけちゃうな。5バトルはアルマ。あ、なるほど。じゃあちょっとだけ真面目にいくか。でも多分ねこれでいけちゃうんだよね。このサンダルフォンさんが攻撃 2.5 倍なんですよ、はい。でバルキリー3倍なん で HP1.5 倍、サンダルフォンさんついてるんで 2.5 倍と3倍だと 7.5 倍パーティー。 7.5 倍パーティーになるかな。7.5 倍パーティーってのはどうなんですかね。全然強い。なんか余裕な感じがします。そう、これ地獄級ですか、ね、余裕な感じしますね。なんかここ最近あの狩り、はいはいはい、地獄級スペシャルダンジョンね、かなりしんどかったじゃないですか、はいはい。でそれに比べると、うん、結構ね簡単だと思いますよ。ガンホーコラボは過去の復刻は結構やりやすいのかな。いや、そんなことないよ。そんなことない。だってあれ群馬コラボとか、あ、えぐいもん。超難しい。余裕シャクシャクやん。ものによる。サンダルフォンのスキルちょっと貯めたいな。サンダルフォンのスキル貯めようか。サンダル
簡単だけど25。あ、結構ありますね、うん、で結構サンダルフォンはあれなんですよ、2ターン 35% 減ダメージ、うんうんうん、で攻撃力が、2倍。すごくない？え、攻撃力も上がるの？そう。あ、すごい。すごくない？守って攻撃もできるの？そうサンダルフォンさんちょっと優秀すぎじゃない？あのなるほど、キングヒカリン3倍じゃないですか、うんうん、3倍には至らないものの、はい、3倍には至らないものの2倍っすよ。立派立派、超立派、すごいいいダンジョンだと思う。サンダルフォン公認天使を司るサンダルフォン。そう、ほほー、ただね、もろともしないよ倒したらな。サンダルフォンさん重たいな。でも回復タイプで回復力尋常じゃないわけじゃないですか、はいはいはい、でそんな中で、いや強いな、強いよ、スピンを伸ばせて。サンダルフォンね、好きす、なんかこれ絶対強いだろって思ってはい、はい、すごいたくさんの人からいらねえだろって言われたんですけどそうなんですか。2個取りましたから。え、なんで4コンして。え、ちょっとどういうこと。だったらゴッドミス引ける。どういうことですか。え、いや、サンダルフォンさん欲しくなっちゃうんですか。ペンペン大丈夫か。大丈夫でしょう。大丈夫ですか。大丈夫でしょう。オッケー、これがサンダルフォン。強い強い。しかもですよ、はいはい、ほら、この回復力、回復力、自動回復もありますね。精錬、精錬がね、うん、この回復力だよ。やっぱり回復パで耐久できる、はいはいはい、 HP がそれなりだから、それなりだから、うん、あー光入っちゃった。ちなみにこれ私、まだ精錬とか、はい、3体目のバルキリーとか弱いんですよ、うん、来た、来ました、行っちゃうか。サンダルフォン使っちゃうか。サンダルフォンから、いや、じゃあ分かった、こっちあ、え、精錬から使える。ああ、まあいいだろう。サンダルフォン、サンダルフォンのスキルは裁きに瞑想、瞑想2ターンの間回復タイプの攻撃力が2倍、さら、はい、に受けるダメージです。なるほど、使うか、はい、サンダルフォン裁きの瞑想発動。いや、ランパンはあるかな、どうかな。これワンパンあるかな。じゃあふわふわやってる。やばいよね、これ相当強いよねワンパン、どんだけ。おー、ワンパンや、おお、両方ワンパンや、両方。これ地獄級やだ、サンダルフォンさまさまやだ。やった、やったー、初クリア、おめでとうございます。惜しい、はい。あ、ちなみにスコア画面見てみますか。 C、 C、 まあまあ、あ、ちょうど見れますね。今回の私のパーティーはレベルとかがこんな感じでした。なるほど。でサンダルフォンは進化前、セイレンレベル61でバルキリーは、進化前の44、うんうん、これで HP が1万7000近くいってしまう。すげえな、サンダルフォン2体取ったその心は。サンダルフォン2体取ったその心は、はい、サンダルフォンそもそも強いんですよ、うん、レベル最大で HP2500 ぐらいいくんですよ。2500と2500で5000の 1.5 倍だから、サンダルフォン2体で7500ぐらい、うん、まあ強いよね。でサンダルフォンはスキル発動すると2ターン、敵から受けるダメージを 35% 減、はい、半減じゃなかったはず、 35% 減、うん、で攻撃力2倍じゃないですか。あ、でエキドナいるんでつなぎができるんですよ。回復パに、回復パ強い。だから私が思ってるのは、はいはい、ちょっとひどい話ですけど、サンダルフォン、サンダルフォン、バルキリー、エキドナ、エキドナ、え、サンダルフォン、サンダルフォン、バルキリー、エキドナ、エキドナ、エキドナ2人とかいたら、はいはい、余裕で勝てんじゃねみたいな。なるほど、攻撃させないうちに割とどこのダンジョンもガリガリいけちゃう、うん、やばい時2ターンですよ。1ターンダメージ減じゃなくて2ターン減ですよ、はいはいはい、で2ターン強くなる、それはすごい。
だから実はサンダルフォン1体でもいいんですけど、でバルキリーとチェンジでもいいんですけど、はい、ただ敵によってはやっぱりエンハンス欲しいじゃないですか。でサンダルフォン2体いたら4ターン2倍ですよ。ああ1ターン3倍と4ターン2倍強い。なんですごいで威嚇サンダルフォン、サンダルフォンってすごい。でも私はねもうね、はい、サンダルフォンラブ思い入れが半端ない。いや今後ちょっとサンダルフォンで降臨行こうかなとも結構思ってて、お多分いけるでこれ。そんなわけでございます、はい、皆さん以上ガンフォーコラボダンジョン、そしてサンダルフォンの初陣でございました。ありがとうございます。ではまた。